ッチショップ、ヤマトネット店です。本日はですね、リード大人気、まあこれ本当に、まあ、かなり人気なんですけれども、あのリーライダースのスキニーシリーズですね。こちら今日、うちではですね、XS から、L までね、サイズ展開してますんで、まあ、173cm、ね、58kg ね、私が来たらまあどうなるかっていう、ものを一回履き比べを今日はしていきたいと思います。では早速ね、行ってみたいと思います。はい、今ね、僕はあの XS をね今履いてるんですけれども、まあ、ウエストはですね、もう本当にもう隙間がないぐらいですね、ギリギリな感じ、でも履けなくはないし、ストレッチも効いてますので、まあ、本当に好きに大ファンだな、まあ、別に XS でもいいんじゃないかなって思います。はい、では次、S サイズですね、履きたいと思います。僕ですね、今ね、XS から S に履き替えたんですけれども、スキニーらしさを出したいんだったら、まあ、S でいいのかなと思いますね。ウエストは本当にジャストって感じですね。これベルトしてもベルトしなくても、まあ、程よい感じで、さっきの XS よりもう全然窮屈じゃないんで、まあ、僕ぐらいの体重身長だと、まあ、スキニーで本当にピタピタで履きたいんだったら、まあ、S でいいのかなと思います。では、M サイズ次いきますよ。 S から M に履き替えたんですけども、正直言っていいですか、やっぱり、ね、M サイズがねしっくりきますね。僕 の、 あの個人的な感想なんですけども、 M サイズがまあ程よくですね、ウエストとかもまあちょっと余裕ある感じだし、ストレスじゃなくてですね、もういいのかなと思っております。じゃあラスト、L サイズ、一番大きいサイズですね、行ってみたいと思います。ラストですね、今 L サイズ履いてるんですけども、個人的な感想としては、まああのスキニーっぽくはないんですけど、これはこれで全然ありなんじゃないかなと思いますね。正直ウエストもこんなガラガラっていう、まあ飽き飽きじゃないし、まあ、これはこれで、まあ、スキニーっぽくはないですけど、意外というか、まあそんなに大きい朝は XS から、まあ、今 L 履きましたけど、まあ、そこまで他のブランドと違って、まあ、そんなないんで、まあ、正直全部履けるけど個人的には M かななんて気がしますね。 でも L サイズ履いても全然いいと思います。ただ正直 XS はあんまりお勧めしません。はい、はい、ということで今、XS から XS、SM、L のですね、4種類をね今比べまして、まあ一言で僕が言うんだったら、まあ、僕みたいな身長体重の人はズバリですね M サイズがおすすめだと思います。はい、ということで私のような体重身長の方は M サイズでよろしいのかなと結論そう思います。はい、ということでね、ありがとうございました。365日ジーンズで遊ぼう、ヤマトで遊ぼうをご覧いただきありがとうございました。